指,に指からら血が出るぐらい練習しましまた嘘ですずっと続けてることは筋トレとかそのトレーニングをやってるんですけど筋トレでニコルンはこれを8 0キロ持つっていう情報をトレーナーさんから聞いてニコルンは8 0キロ私は5 0キロだまだっていうそれだからニコルン超えをしてやろうっていう謎のなんかちょっと日々これを。 あ、ね、げたところでニコルニはなれないのになっていうふうにこうずっと思ってるって感じですね。僕植物が好きなんであの特にお水をあげてる時が好きなんですけどやっぱりにやけてしまうというかそのお水あげてる時にそうすると「いや気持ち悪いな俺」って思っちゃうんですよね。植物好きなら分かると思うんですけど本当に水をあげてる。 瞬間が本当にこう自分も生きてるなっていう感じがするんですよねあんまり言うと本当にあの <laughs> 大丈夫かってなるんですけど本当に喜んでるのがあの毎日見てるとわかるんで他の皆さんも植物育ててるんですか育ててる人は <laughs> カラス天才です <laughs> 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 ピアノの練習を半年間ぐらいやらせてもらってたんですねただその期間に なぜか、えー、と他のものも準備していて、えー、とフィギュアスケートとボクシングを3つ同時に習ってたんですよもう本当に俺一体何をやってんだと思って撮影期間期間1ヶ月ぐらいあったと思うんですけどそれに参加できなかったのがその。 たたまたまヨーロッパツアーがかぶっててそれで参加できなかったんですけどまあヨーロッパツアー中もずっとセリフを叩き込んでて頭に本当に撮影が始まる5分前ぐらいに富永監督が「ちょっと台本化して」って言って赤い線を引き始めて気づいたら全部全部のセリフに赤い線が引いてあって完全に違う言葉が。 書かれてて、これを5分後にやらなきゃいけないっていう、そのめちゃくちゃすごいプレッシャーを感じてた時に本当に何をやってるんだろうって思いましたね。僕あれで松丸くん喜んでくれたと思ってたんですけど、長かったセリフをまとめて、もう必要最小限にして、これでどうって言ったら、はいっていう。 今日は本当にあの足を運んでいいたただき初日からありがとうございましたこう主人公が、えー、そういうままならない人生といいますか俺は一体何をやってるんだっていうことの連続の人生の中で間を、まあ、音楽で埋めていたように。 何かこうこの映画が皆さんにとって心の隙間をほんの少しでも埋められるものとなっていたら嬉しいなと思います。世界でいろんなことが起こってますコロナ終わってまだ戦争が続いてたりそういうこう世界の沈黙静寂そういうものをあの間を埋めるような埋めることが音楽や映画でできるということを。 何かこの映画で伝えられればなと、えー、またぜひ、あのー、映画館に足を運んでいただければなと思います。今日はありがとうございました